さあ、再開ですね。桜大戦2実況の第11話、地上最大の作戦のその3回目かな、ぐらいですね。いよいよ桜大戦も佳境というね、もうちょっとで終わりってところまで来てますけども、なかなか終わんない。この辺りからがだれるぐらい、だれるような気がする。この辺見てる人はかなりの好き者だね。ああ、戦闘パートばっかりだ。右辺よりコーマ開い。ちっせえのが、ちっさくないんだろうけどね。迎撃体制が整ってる。これはさ、ミカサだよな。ミカサはさ、たくさん乗ってるのかな。この、機関銃撃つのだってさ、一つ一つがさ、ちゃんと、コーマを狙わなくちゃいけないからさ、乗組員は結構たくさんいるってことなのかな。そこはすごく気になる。帝国歌劇団を支えるメンバーたちってのはどうなんでしょうね。例えば厨房のスタッフとかさ、いるのかな。おお。大神、頼んだぞ。頼んだの？ここで味方を落とされるわけじゃいかん。あ、はい。あ、はい。やっていこうか。ね、だらだらと喋りながらやっていこうと思う。普通はね、普通はこの辺はね、普通っていうか、カットするのがね、礼儀というような気がするけどね。あえてカットせずにだらだら喋っていこうと思う。最近のね、最近の情勢について語りながらね、だらだら喋っていこうと思います。ね、やるしかないんだよ、こいつ。こまごましたの。誰守る？誰を守らせばいい？別にカットしたっていいんだけどさ。カットしたっていいんだけど、いいんだけど、いや、違うな。カットしたらいいんだけど、違うわ。それは違うな。カットしたらいいんだけど、つうんだったら別にカットすりゃいいんだけど。結局やっぱめんどくささがあるね。カットするのがめんどくさいぐらいなところはある。だから、結局やっぱカットはしないでしょうけどね。めんどくさがさが先に来てカットできない。大神の一発で倒してほしいぐらいですけどね。倒してくれないんですね。勇ましい BGM がずっとかかっている。さくらくんとの必殺で合体ができるんで、どっかで使っていきたいけど、範囲があんまり広くないって。まあ、広いけど、巻き込めるは数が少ないという状態なので。さくらくんは向こうで、向こうを任す。右辺を任す。どっちが選手かわからないけど。マリア・立花。いやー。あ、そうそう、やんなくちゃと思ってることがあってさ、確か終わるんだよね。スマホ版の桜大戦が。やんなくちゃなと思ってて。うん。実況しなくちゃと思いながらさ。しなくちゃとは思う心はあるけれども、なかなかね、どう配信環境というか、どう録画環境を整えたものかみたいなね。結局、ホロライブの二人、白神吹雪と宝生マリンの二人が実装されることなく、終わるっつうね、桜大戦の、ソシャゲ。ああ、もうね。桜大戦のソシャゲは、桜大戦の面汚しよ、あれは。言わせてもらえればな。桜ファンはね、怒った方がいい、ちゃんと。あのゲームに関して。桜大戦の名前を付けただけの、桜大戦のね、ソシャゲに対してね。降車法、ええー。ほうほうほう。降車法って言うんだ。ガンダム知識でも知らなかったな。いや、ガンダムではさすがに触れられてるかもしれんな。で、桜大戦のソシャゲですけど、一応ね、一度ね、インストールはしてた。インストールしてちょっとはやってたんだけどね、ちょっとやって、
ちょっとやって、ああ、ダメだこれはと思って。うん。なんかね、すげえ引っかかるポイントが 何個かあって、それあんま続けられなかった。桜大戦の素仕上げ。桜好きならさ、何でもついていくと思ったら大間違いなんだよ。そこは大間違いない。だまあ、言われるほどでもないかなと思うけど、ただ多分早いなっていう感じはあるけどね。うん。ヒロインはまあまあ可愛い。まあまあ好きだから。そこはね、ちょっと惜しいかなとは思うけどね。あのヒロインだけちゃんと救済してくれれば、桜大戦の素仕上げはもうなくなってもいい。なんてことをね。なんかもう、この今回の大ゴケ、桜大戦の素仕上げの大ゴケのせいで、大ゴケのせいでもう、なんなら桜大戦っていうブランド自体がなくなるんじゃないかっていう、恐れがあるよね。俺の愛する桜大戦が、デイライトワークスが手掛けた素仕上げの、素仕上げのせいによって、桜大戦の長い歴史、おーい!そこに入るの。コーバ中央通気口に侵入。おほ。第2から第7まで消火壁が。これは何なの?この、これは何なの?通気口ってさ、こんなわかりやすく真ん中にデーンって開いとるもんなの?通気できてないんじゃね?それ。いや、壊すね。壊していくね。あとね、桜大戦の素仕上げについてもうちょっと言うならね、後部じゃないんだよな。なんかちょっとこう、色気を出してんのよ。なんかこう、ドレスみたいな後部なのね。あれが良くない。あれがよろしくない。うん。ちょっと色気を出してんのね。ちょっとね、こう、顔を出してさ。顔とかちょっとこう、服をこう身にまといつつもみたいなさ、ドレスにしちゃってるってところがさ、これでいいんだよ。これでいいんだよ。こういうのでいいんだよ。後部はこういうのでいいんだよ。そこが分かってなかった。審査、そのソシャゲの桜大戦のね、スタッフはね、こういう後部が見たいんだよ。桜ファンっつうのは、オタクだから。こういう武骨な後部がね、やっぱ一番愛おしくさを感じてしまう。まあ、愛おしさの中にもちょっとその洗練された部分もね、割と好きじゃない、嫌いじゃないんだけどね。やっぱね、こうスチームパンク的なね、スチームパンク的なこの武骨な後部がね、やっぱ好きなんですわ。桜大戦ファンってのはね。新桜大戦もまあまあはスタイリッシュだったし、例えばパリ、桜3でのね、パリでの後部もね、後部 F 型もね、あれもまあ、シュッとしててかっこいいんだけどね。やっぱね、このね、武骨な後部がね、好きなんですわ。そういう部分を、ソシャゲの桜大戦ファンは、ソシャゲの桜大戦作ってる人たちはちょっと理解してなかったんだと思う。まあね、声が大きいだけの、古参桜大戦オタクなんてね、全然切り捨ててもらって構わんのだけどね。切り捨てた先に、ちゃんと、それについてきてくれるファンを見据えた上で、いろいろ改変加えていかないと、みんな悲しい結果になっちゃう。変えるべきところは変えてもいいとは思うが。でも、変えなくて、変える理由がないのに変えちゃダメだと思う。確固たるこのね、なんかこう、デザインとか変えるんだったりしたらね、なぜ変えたのか、この方がいいのではないかと思ったのではないかというところをちゃんとこう、理由付けて上で変えてほしいなと思いますね。めちゃめちゃ文句言うじゃん、桜大戦。新、ソシャゲ桜大戦。めちゃくちゃ文句を言う、新作に対してめちゃめちゃ文句を言う、そういう動画を上げたいと思っているんだけど、思ってるだけでできないかもしれないから、この動画中でめちゃめちゃ喋っとくかな。戦闘しろ、戦闘に集中しろ。命のやりとりがこの看板の上で行われているのに。全然集中しとらん。まあ来るでしょうね。あんだけいるからね。マリアあたりはさ、マリアあたりは看板のこの右舷のあたりに張り付いて、めっちゃコボ落ちてる。めちゃめちゃ有能じゃない?この高射砲の狙撃手の人。めっちゃ落ちてるよ、ボロボロ。あ、そうなんだ。空気が薄くなれ
ればコーマも活動できなくなるはずよ。コーマって一応酸素で動いてんのか。突っ込んでいこう。突っ込めるだけ突っ込んでいこう。あれコーマ来た。コーマ増えた。この辺りから作戦を隊長命令で、火あたりに変えていこう。この硬い紫がね、邪魔なんだね。多分大神なら紫は一発で倒せる。普通、ノーマル子。倒せとらん。全然倒せとらん。桜くんに何体かお任せしたい。ここら辺からかな。はじゃ牽制。いや、もうこれをね、桜くんのこの、必殺といえば、画面端まで全て行くこの広範囲攻撃。王家方針じゃないけど。桜くんの必殺は王家方針という名前だと思ってるんだけど、その、後部ごとにね、名前が違うからね。一つずつは覚えてないよね。王家方針なんだよ。基本的に。覚えてるのは。百花法制なんて覚えてる桜ファンいないよ、多分。いや、いるかもしれない。めちゃめちゃコアな桜ファンいると思う。いるところにはいると思うから。めったなことは言うまい。いるところにはいるんだよな。めちゃくちゃコアなファンってのがな。桜に限らずなんだけど、桜大戦に限らずなんだけどさ。北へのめちゃめちゃコアなファンとかもいるんだよな。ツイッターでさ、俺フォローしてくれてる人がいて、ちょっとなんかこう、おおっと思って、いつもツイッター見てるんだけどさ、すげえよ。桜大戦のこう、コアな、さっきの北へのコアな層っていう。北へのコアなファンって。もう20年前の作品をまだ擦り続けてる人たちがいる。しかもなんか、ちゃんと擦ってんだよな。そういうのなんかすげえって思う。そこに止まってるっていうのはすごい。変わらないことっていうのはね、意外とこう、尊いことだなって。思いますね。変わらずとどまり続けることっていうね。俺もこのドリームキャストで変わらずとどまってるんだけど、なんか最近なんかあったな。あの頃と変わらない何かな。ドリームキャストの頃と変わらない何かみたいな。なんか忘れたけど、横浜ベイスターズとかだったな。横浜ベイスターズは1998年に優勝したんですけど、その年のデータがね、その年のデータが、まさに焼き付くのね、初代焼き付く、ドリキャス版に最初に移植された焼き付くの優勝したチームが、その年が多分ベイスターズだったから、ベイスターズ強いっていうイメージとかはね、なんか、その、やった年代のゲームとかで、こう、印象付けられるよねっていう話。ひたすらこのザコを倒し続けるっていう。いや、全然嫌いじゃないけど、こうやってザコを倒し続けるの。全然嫌いじゃないけど、動画的にどうなんっていうね。作業は嫌いじゃないよね。みんな結構、作業嫌いじゃないでしょ。実は。だって、ソシャゲとかさ、めちゃめちゃ作業だよ。こんなのよりもはるかに作業だからね。はるかに作業なのをこう、苦とも思わずやるでしょ、皆さん。でも、人がこうやって作業してるのを見るのは、人が作業してるのもまあまあ面白いんか。そうだね。なんか黙々と木を掘ってるのとかさ、木造を作ってるのとか、意外と見れちゃうよね。別にそれも別にいいんだ。ただこういう動画はなかなか難しいよね。難しいと思いますわ。当たんね、どっちにも当たんね。どっちを倒すべき？どっち？当たる？中に入られる。中に入られるのがまずいような気がするんで、こいつ倒すと先に。レプーケ。スマホのソシャゲでなんか、格ゲーっぽいゲームを見つけて、結構楽しんでやってる。なんか、スカルガールズとかいうやつ。多分誰も知らん。スカルガールズかな？違うかな？違うかも。
待ってね、名前を。最近のゲームなのかどうかも分かんないけど、そしてその スカルガールズみたいな名前のゲーム。スカルガールズだったわ。全部倒したぞ。ダメですって言うな。やるしかないんだから。やるしかないんだから、椿ちゃん。ここが正念場よ。頑張って。はい、頑張ります。大神さんのために、違う。帝都の平和のために頑張ろう、さくらくん。マリア、どうする？正面から。どっちがいいかな。そうね、スカルガールズ、まあまあ、楽しんでやってるんだけどさ、格ゲーとか、格ゲーも結構死なないコンテンツだよな、って思う。無論、ゲーセン屋は今もうかなり死にたいだけどさ、ゲーセン屋に行くやつなんてもう、ゲーセン屋で格ゲーやるとかさ、バカみたいなもんだけどさ、バカとは言わないか。ゲーセン屋のまあ、ああいったレバーとか、でかい画面とか、ちゃんとしてやるのもまあ悪くはねえんだろうけど。でもまあそもそもゲーセンのうるせえからな。本当にゲーム好きが行くところなのかどうかわかんないよな。全国対戦できたとしてもさ、周りの音と一緒にゲームを楽しむってことになるからね。大神の作戦変えとくべきだった。大谷さん今日ホームラン打ちましたけどね、昨日か。おがつくやつは、おで名前が始まるやつは大成するぞ。もう、戦うね。ひたすら戦うね。スマホ変えてなんか面白いアプリないかなと思って入れるじゃない。探してさ、もう前のスマホのデータが全部なくなっちゃったから。引き継げるやつは引き継ごうと思ったけど、引き継ぐのめんどくさいから結局新しく始めたりしてね。ゲームってなんか大体こう、そこダメだ止まんね。あ、ダメだ止まんないよな。入っちゃうよね。あれ防げないよ。ソシャゲのゲームとかね、リセットされた状態で初めからやるのは楽しいよね。分かっているんだけどさ、データ引き継いだ方が楽とは分かっているんだけどさ、あえてこう最初からやるっていう、最初からやるのがいい。あの戦乱神楽のソシャゲめちゃくちゃクソゲーなんだけど、つい入れちゃう。クソゲーじゃないか。ゲームとしてはまあまあよくできてるけど、あの、嫌いな人もいるだろうな、みたいなゲームなんだ。まず女性向けじゃないしな。男性向けのゲームです。戦乱神楽の、ソシャゲはね。で、まあまあ新しいスマホのゲーム、まあまあ新しいスマホに変えたんだけど、それでも戦乱神楽のやつは、あの、結構カクついてて、びっくりした。当時ですら全然カクついてできんかったけど、まあまあ新しい今のスマホでもカクついてるんで、恐ろしいゲームだなと。でもあれなんだよね、さっき言ってたそのスカルガールズっていう、多分最近のなんか 2D の格ゲーみたいなやつはサクサクなんだよ。ぬるぬるサクサク動いてるんだよ。まあ多分、開発とかなんかそういうところで、こう、昔のゲームだから軽いってことはないんだろうな、みたいなね。思ったり思わんかったり。でも戦乱神楽の、
ソシャゲを入れてしまう。元は全然知らなかったんだけど、このソシャゲでしか知らないんだけど、つまりね、要はね、ちゃんとしたギャルゲーみたいなのがもう最近本当にもう数えるほどしかない。形を変えてはあるんだけどね、形を変えてギャルゲーみたいなのはあるんだけどね、ほとんどのゲームがギャルゲーみたいなんではあるんだけど、ほとんどのゲームが。ほとんどのゲームがそうなんだけど、ほとんどのゲームがそうでないみたいな。この桜大戦みたいなものっていうのはもう、今はもうないよね。ほぼない。失われたテクノロジーみたいな感じがする。まだ来る。第4波接近来ました、第4波。コロナ第4波来ました。頑張れ。第4波が一番きついぞ。今のところだけど。コロナがさ、永遠に収まらないんだから。日本はどうなっとんだと。世界は大体収まりつつあるぞ、今。台湾がちょっとピンチだけどさ。どうせ台湾で大した、感染状況にならんからね。日本だけだよ、こんな。いつまでたっても終わんねえのは。頼んだで、大神班。コロナについて一言言わせてもらえれば、一言言わせてもらえれば、はよ片付けろと思う。その、なぜ単、その、ダラダラとやろうとするのかというね。そこはちょっと、下せないなと思う。短期集中で刺さってやればすぐ終わるだろうにっていう。ものから考えたらさ、まあ、頭がお偉い人たちがね、ちゃんとしっかり考えて作戦立ててんだとは思うけどもね、けどもコロナに関して言えば短期集中刺さってやるに限ると思うんだよね。もうバーッと検査してさ、陽性者バーッと全員こうホテルに詰め込んでさ、もうしたらしまいよ。そして2週間経ったらおしまいよ。そんなもんだと思うんですけどね。感染症なんだから、ウイルス感染症なんだからさ、ウイルスってのはね、それ単体では自己増殖できないものなんですわ。その必ず自己を増殖してくれる宿主を持たない、宿主の存在がなければウイルスは増えることができないし、生きながらえることができないものだから、まあ拡散だからね。拡散自体はまあ結構長生きするんだけど、それにしたってやっぱりこう長期間形を維持することできないものだから、人が運びさえしなければウイルスは収束するんですよ。ってことはコロナも2週間ね、しっかりね隔離をしてしっかり抑え込めばもうすぐ肩がつくものだと思ってるんですけどね。思う以上に日本人がこう適度にこう感染防御しつつ適度に動くせいでダラ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 とね終わらないんですね、コロナがね。ダラ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 と、もう、ね、短期集中の逆をやってるよね。一番経済にダメージ与えとるんじゃないか、このやり方がと思うんですけど、いかがでしょうか。桜大戦の実況をしろ。第4波の話をね、コーマ第4波の合わせてね、ちょっと言いたくなったんで言っておく。何も考えてない実況。ここはもう全部カットしていいという気持ちで喋ってます。でもやってるからこの時間帯、時間もったいないんで。入るかこいつ。入るわ。うっそ、塞いだのに。やったわ、大神くん。いや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 。
今一匹入ったけど、一匹入ったのはスルーなの。ということは、この中にコーマ何匹入れたらゴールっていう感じだったのか。今の、今中に突撃したコーマはさ、最後の一匹だったかな。そこちょっと、ちゃんと見てなかったな。終わった。よかった。これどうする？この喋ったらどうする？全部カットしたら多分3分ぐらいの動画になるけど。あげよう。このままあげます。はい。サクラ大戦2。史上最大の作戦の第3話。ただぐだぐだ喋ってるだけでした。まあこんなのも、10年後とか20年後とかにね、自分で動画見てね、恥ずかしいってなるんでしょ。ほなまた。